どうもー、影庵です。今日は休日なんで、まあどうしようかなと思ってるんですが、まあ一応予定としては墓参りにこう行こうかなということは考えております。考えておりますけども、その後の予定ですね、その他の予定が今のところ決まってないという状況ですね。先週はね、大津市歴史博物館ですかね、に行って、まあまあそれなりに面白いというかね、そういう感じやったんですけども、今日はねどうしようかなと思ってます。ちょっと予定がこう決まってない状況ですね。まあ、墓参り言ってもね、そんな何時間もかかるようなもんではないんでね、2つ駅隣ぐらいのところですね、うちからですね。でそのゼゼのところで墓参りを行ってですね、で戻ってきて、そこからどっか行ってっていうことですね。どうしようかなと思ってますが、ちょっと森山のそのボレロっていうダブルボレロ、何やったかなんか、そのそこのチーズケーキを買いに行ってもいいかなとは思ってるんですけど、それ以外になんかこう見に行くことをしたいなと思ってるんですが、どうしようかなと思うところですね。今週はちょっと売り上げがあまり良くなかったんで、今週はお金をちょっと抑える、お金をほぼ使わない状態でこう過ごしていく、休日になるかなと思います。まあ晩ご飯はね、この休みの日はねこう作るんで、その分のお金は払いますけども、他は極力こう抑える形になるかなというところですね。八日市の方のね、平和記念館っていうのがあるんですけど、そこでなんかこう催し物をやってるっていうのをね、前の大津市歴史博物館の、に置いてあるチラシでちょっと見たんでね、持って帰ってきてるんで、そこへこうちょっと見に行ってみてもいいかなとは思ってるんですが、ちょっといつもはねもう、休みの日の行くところ予定何個かピックアップしてっていうのがあるんですが、今日に関してはちょっとあまりこうない状態ということですね。どうしようかなと、せっかくの休みなんでね、ある程度は動きたいというところがあるのはあるんですが、どうしようかなというところですね。まあ、今は、まあ、売上入金したりですね、まあまあ、まあなんやかんやとこう動いて、午前中午後ちょっとぐらいまで動いて、で昼からちょっと墓参り行って、その後ですね、その後の動きがちょっと一つだけ何かを入れたいなと思ってるんですが、どうしようかなというところではありますね。平和記念館、八日市なんで高速乗っていく形になって、どうですかね、2時間半ぐらいかな、かかるのかな、全部見て、八日市までそこまで時間かからない、往復で1時間ちょっと考えて、そうですね、2時間半もかからない、2時間半ぐらいかな、2時ぐらいから3時半、4時そのあたりかなという感じはしますね。まあ、平和記念館行ってみる、久々に、ね、1回だけね、独立してから1回だけ行ってるんですが、それ以来行ってないんでね、行くのもありかな、お金はかからないですね、高速料金だけですね。高速料金はまあ、あれですね、EDC なんで、支払いはまあ、まとめてということなんで、本州がどうこうということじゃないんで、その辺ですね、そこへ行こうかなという感じかなとは思います。する気は全然ないんでね、家でゆっくりする気は全然ないんで、まあどっか行こうと思いますけど、さあちょっと郵便局ですね、郵便局に来てですね、
ちょっとお金を預けてですね、で、いろいろと動こうかなというところを思っているところではありますね。ということで、一人ドライブでした。